ごっちゃどでボイスの一人で行くんです。はい、ということで、今回はですね、柴田 vs 頼人ということで、お二人の10月の月間再生数が、柴田さんが1091万回で、頼人さんが1178万回ということで、なんとですね、頼人さんが柴田さんを超えてしまったという、はい、そういったニュースというか、まあお話なんですけど、ということで、まあこれは快挙なことだと僕は思ってます。はい、というのがやっぱり、あの、モノモース系っていうのはやっぱり柴田さんのこう一強っていうイメージの方も多いと思うんでですね、まあその牙城を崩したっていうのが僕は衝撃的でした。はい。お前、すごいっていう、すごいっていう、はい、ことです。ただですね、あの、お二人の月間の投稿本数っていうのが、ちょっと違いがあってですね、まあ、柴田さんが19本に対して、頼人さんは32本ということで、まあ、柴田さんの投稿本数が少ないっていうのも、あの、正直あったかなと。あとですね、その19本のうち7本が、まあ、料理動画っていうことがあっての、この結果だとは思います。はい。で、料理動画っていうのは、まあ、ちょっとわかんないですけど、僕が勝手に想像してるのは、まあ、広告剥がし対策みたいなことでやってんのかなって思ってるんですけど、はい。で、ただですね、そういう事実が、まあ、あったとしても、まあ、それでも月間再生数で、やっぱ柴田さんを超えるっていうのはものすごいことだと思うんで、もう素直にここはおめでとうございますっていう感じで。で、お二人のスタイルの違いっていうのも、まあ、僕はあると思ってるですね。まあ、柴田さんは本当に、その、YouTube で、まあ、プロレスやってるっていう感じなんで、なんて言うんですかね、その、柴田さんの面白さって、その一本の動画の枠に収まらないようなことだと思うんですよね。まあ、具体的に言ったら、他の YouTuber さんに、こう、いろいろ仕掛けることで、まあ、動画の枠を超えたストーリーを作っていくみたいなところが強みだと思うんで、まあ、今結構その、ヒカルさんたちが、まあ、休止してしまって、勢いを失ってるっていうところはあると思うんですが、まあ、逆に言うとですね、まあ、ヒカルさんたち復帰して、またですね、いろんな話題が起きてくると、それに応じて盛り返してくるような方だと思います。まあ、それに対して、頼人さんっていうのは、まあ、同じモノモンス系なんですけど、この頼人さんの強みっていうのは、やっぱりその、柴田さんとか、まあ、他の方が、こう、ネタとして扱うような、両つべ速報に載ってたりとか、まあ、テレビのニュースで出てくるような、まあ、そういった時事ネタ以外のとこからネタを引っ張ってこれるっていうのが、すごく強みだと思ってて、まあ、具体的に言うとですね、まあ、ティーンですね、10代の若者の間で話題となっていることを、まあ、情報を引っ張ってきてですね、ネタにしてっていうのを、まあ、以前からされてる方なんで、強いんですよね。で、その強いのが、その若者の話題も、まあもちろん扱えるし、さらに、まあ柴田さんだったり他のモノモス系の方がネタにするような、まあ一般的な時事ネタっていうのも扱っていけるんで、まあ基本的にネタに困ることがあまり他の方に比べて少ないんじゃないかなっていうことで、まあ投稿本数が安定しているっていうのもそういう部分もあるんじゃないかなと思います。はい。はい。っていうことで、ちょっと前半部分はこれなんですけど、あの、後半はですね、ちょっとおまけっていうか、僕あの、頼人さんが20万人突破した時に、20万人記念動画として、頼人西郷隆盛説っていうのをちょっと出そうとしてたんですけど、まあ、もしかして頼人さんは見てくれるかもしれないんで、まあ、これは中途半端なものを作れないぞと思うあまりですね、ちょっとイップスにかかってしまいまして、その、頼人さんの動画出したいけど出せないっていう、なんか納得いかなくてボツにして、ちょっとお蔵入りになってたんですけど、まあ、今回ですね、頼人さん23万人今突破したんで、23万人突破ということで、もう軽くちょっとショートバージョンで、その頼人西郷隆盛説をちょっとやりたいと思います。はい。まあ、頼人さんと西郷隆盛なんですけど、共通点が結構あってですね、まず頼人さんは先月ですね、頼人さんは福岡在住の方なんですけど、まあ、その九州ですね、九州から、まあ、花の都東京に行ってですね、数々のコラボを達成しました。まあ、有名な方でしたら、まあ、東海オンエアさんだったり、まあ、さんの物語バナナさんとなんかライブされてたりとか、あと、まあ、誠さんの相方の、意味がさんとか、いろんなもうものすごいコラボを実現したんですね。はい。で、一方ですね、西郷隆盛も、まあ、鹿児島の九州出身ですよね。で、九州から、まあ、当時の幕末の時代のですね、花の都、京に登りですね、あの、薩長コラボっていうものすごいコラボを実現したという共通点があります。はい。で、またですね、西郷隆盛はあまり恋愛をしない人ということで有名だったんですけど、その西郷隆盛は一目惚れした女のあだ名がですね、あだ名がなんと豚姫という、はい、ちょっとぽっちゃり系の方だったみたいなんですよね。はい。で、一方ですね、頼人さんがあの数々の喧嘩を繰り返した女の名前が豚年ということで、まあ、この女性の趣味も一緒なんですよね。はい。で、まあ、頼人さんと豚年さんの、まあ、数々のこうやりとりっていうのは、まあ、見方を変えるとこう大恋愛の結果、
破局に至ったという見方もできると思うんで、まあ、これも共通してるかなと、はい、最後ですね、決定的な証拠としてアナグラムいきたいと思います、はい、ということで今回はですね、ちょっとハイレベルなアナグラムになるんで、しっかりついてきてください、はい、では始めます、はい、でまず世なんですけど、世は上下反転させますね、はい、で次が理はそのままです、はい、で火がちょっと変則的になります、火ですね、で最後とが、はい、でこういうことですね、はい、これによって完全に西郷隆盛と一致しました、はい、っていう感じです、はい、なんかすいません、はい、頼久さん23万人突破おめでとうございます、ぜひぜひますますのご活躍を陰ながら応援させていただきますので、はい、っていう感じでした、さようなら。